です。2003年9月1日生まれの MBTI は INFJ です。最近の口癖は、語尾になんとか言えよってつけます。後ろのメンバーを一言で表すと、ナノちゃんは、女神のような存在です。4人の中で一番陽気なのはナノちゃんです。いつもキラキラ明るいからです。7秒で皆さん早くお会いしたいです。私たちのパフォーマンス期待しててください。バイバイ。皆さんこんにちは、ケンモツナノです。2001年8月27日生まれ ESFJ です。はい、毎日欠かさないルーティーンは、湯船に浸かることです。むくみを毎日取るのは大切です。はい、後ろのメンバー勇気ですかね。はい、勇気を一言で表すと、私の相棒です。はい、次、4人の中で一番姉御肌なメンバーは、私かなと思います。最年長22歳です。はい、次、皆さんのことが本当に本当に大好きです。早くお会いしたいです。いつも応援ありがとうございます。田中由紀です。2004年2月14日生まれです。 MBTI は ISFP です。今日の撮影は初めて床で撮影をしました。とても新鮮でした。後ろのメンバーリンを一言で表すと、全力投球ガールです。何事も全力で取り組む姿が大好きです。4人で家族構成、お父さんはナノさん、お母さんはリノちゃん、お姉さんは私で、妹はリンにします。常にベストを更新します。想像以上の姿をお見せします。バイバイ。リンです。2006年2月8日生まれ ENFJ です。小さい頃の性格、小さい頃からダンスと歌が大好きです。今と全然変わらないです。後ろのメンバー、リノちゃんは二面性ガールです。パフォーマンスではかっこいいけど、プライベートではすごいふわふわしてるからです。最近のメンバーとのエピソード、メンバーとのエピソードは、いつも歌って踊ってます。7秒間、皆さんと会える日まで全力で頑張ります。これからもよろしくお願いします。ビビさんの撮影初だったんですけれども、皆さんどうだった？そうですね、すごい緊張したけど、それ以上に楽しいの気持ちが勝る、そんな撮影でした。はい、私はめちゃめちゃビビの読者なので、今回これに出ることができて本当にありがたいです。表紙も嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。全部可愛かった。本当に可愛くて、みんなそれぞれに合った衣装で、なんかいろんなメンバーの見たことない姿だったりとか、こう個人カットもさまざまなポーズをして、すごくみんな可愛く撮れてたので楽しみです。はい、皆さんもぜひ楽しみにしていてください。はい。